どうもこんにちは、しゅんじです。今日はこちら、じゃじゃん、ゾイドワイルド ZW26 番キャノンブルバッファロー種を組み立てご紹介していきます。こちらね、ビーストライガーと同じタイミングで買ったんですけど、これもねお一人様1個までって貼ってますね。こちら組み立てキットで接着剤はいらなくて、スケールはね35分の1スケールで、で電池単4型乾電池1本使用します。箱ね近くで見るとねこんな感じになってますね。かっこいい。でくるくるっと回して、横はねゾイドとはって書いてて、で後ろですね、はい、ゾイドの詳しいね情報が書いてますね。では早速箱から取り出して、はい、こちらパーツですね。でかっこいいねマシンブラストユニットが1個と、あとこちらメカユニットですね。で電池をねセットしておきたいと思います。はい、プラスくるくるっと回して、パカ、向きにね注意して単41本セットします。元に戻して、起動骨の電源オンしますね。よいしょ、あ、動いてますね。動作チェック OK です。で箱の中には復元の書が入ってました。ペラッとめくるとこんな感じで組み立て方が書いてますね。ではね袋からパーツを取り出して、骨格形態までパパパッとね組み立てていきますね。はい、骨格形態復元完了です。では近くで見ていきます。頭ね目とアーマーないですけど、いやかっこいいですね。木なね2本の角なんですけど、これ超広角って言って鉄よりね硬いと言われてます。で口がねこんな感じで動くようになってて、で後ろねまだ9連キャノン砲セットしてませんで足なんですけど、アーマーついてないんでちょっとスリムな感じになってますよね。長いですね足。で下の方グレーのパーツなんですけど、これヘビースパイクって言って9連キャノン砲の反動にもね耐えられる大きなねひずめになってます。これ前後あって反対側にもねついてますね。足にはねダンパーとかがいっぱいついててねかっこいいです。でこの、胸のあたりにあるのが、これが3連ミサイルポット、3連のね自動追尾ミサイル発射装置になってます。で背中の後ろの方ですね、尻尾のちょっと手前側に起動骨、あ、これですね、起動骨が、電源スイッチがあります。起動骨の後ろにはなんかね可愛らしい感じの尻尾なんですけど、刃物状になってて、これでね背後の敵をね切り裂くみたいなんですよ。結構危険な尻尾になってます。では起動骨の電源オンしてね、動作チェックしたいと思います。前に歩いて、あとね口が開くみたいですね。いきますね、せーの、よいしょ、あ、動いて口開いてますね。動きいいですね、結構早い。おー、すごいかっこいい。やっぱこの角がいいですよね。で口パクパク動かして、すごい迫力ありますね。はい、動作チェック完了ですね。ではねアーマーの方セットして完全形態にねしたいと思います。
はい、できました。これでね、完全形態復元完了です。ではね、じっくり見ていきますね。まず頭アーマーセットされました。で、これ今ね、目のところ赤色になってるんですけど、これ ZO バイザーって言って、ゾイドのね、視界を抑制し、人間がね、兵器として操作するために取り付けられたバイザーになってますね。この奥にね、ちゃんとね、目があるんですよ。シルバーのね、目があります。組み立ててる時にね、チラッと見えたと思うんですけど、ちゃんとこの中には目がありますね。頭もね、アーマーつけるとかなりかっこよくなりますね。で、このアーマーの色とね、この Z キャップの色が結構似てて、この Z キャップがあんまり目立ってないですね。で、足にはね、大きなアーマー。かっこいいですね。がっちりしてますよね。がついてますね。で、これフラッグアーマーといって、防弾性能が高いアーマーで、砲撃の際にフィンからね、溜まった熱を逃がすみたいです。で、くるっと回して、反対側もね、同じようについてますね、アーマーが。で、最後ね、背中に乗ってます。これね、九連キャノン砲なんですけど、この前はですね、ブレッドシールドって言って、敵の銃弾などの攻撃からね、ライダーを守る硬質のシールドになってますね、ここ。あ、すごいですね。確かにこれ前から見たら、ライダー見えないですよね。で、このシールドをね、パカッて開けるとね、もう開けちゃいますね。開けると出てきました、九連キャノン砲。すごいですね。なんかちょっとチョコレートみたいなね。そんな感じ。すごい。いや、かっこいいですね。マシンブラスト時に出現するね、九対のキャノン砲です。で、ちょっとね、元に戻しておきますね。ちょっと元に戻して、キャノンブルのね、簡単な説明見ていきますね。全長 7.7 メートルの全高 5.1 メートル、体重 50.4 トンの最大スピード170キロ、IQ はね、92となってます。で、グラフなんですけど、スピード6の、ワイルドブラスト8、ディフェンス8のスタミナ7に IQ7、アタック8になってますね。ディフェンスが意外、もうちょっと高いかなって思ったけど、8なんですね。もっとね、数値高いイメージあったんですけど、そんなに高くないですね。アタックとかもうちょっとね、高くてもいい気がするんですけどね。赤文字で書いてます。こちらね、猛撃の重戦車。確かに。いや、戦車みたいにね、がっちりしてますよね。もうドーンとしてますね。では、大きさ見ていきます。ちょっとね、近くにありました。アニアの恐竜、トリケラトプスと比べるとね、はい、こんな感じになってますね。はい、大きいです。かなり大きいです。角の感じは似てるんですけどね。で、先日ご紹介しました、中型ゾイドのビーストライガー。と大きさをね、比べるとこんな感じです。おー、ビーストライフがかっこいいっすね。かっこいい。同じね、中型なんですけど、結構ね、このキャノンブルね、大きく見えますね。はい、横から見るとね、こんな感じになってます。横から見たら同じぐらいですね。やっぱりここが大きいんでしょうね。で、僕のお気に入り。これも中型ゾイドですね。ハンターウルフと比べるとね、こんな感じ。ハンターウルフスリムですね。はい、横から見、色が綺麗ですね、これ。いや、でもなんか、なんだろう、なんかどっちもかっこいいっすね。かっこいいかっこいい。で、セカンドシーズンの大型ゾイドまだ出てないんでね。こちらの、恒例のデスレックスと比べるとね、こんな感じです。頭の大きさがね、全然違いますね。大きい。ほんとやっぱ大型ゾイドって大きいっすよね。はい、横から見比べるとこんな感じですね。でもこの九連キャノン砲はね、大きいですけどね。ではね、動かしてみたいと思います。起動骨電源オンしますね。せーの、よいしょ。はい、アーマーをね、セットした状態で起動するとこんな感じです。かっこいいですね。やっぱりアーマーつけると本当にかっこよくなる。次はね、マシンブラストさせて、動かしたいと思います。こちらですね、ブレッドシールドを開けます。開けて電源オンすると、九連キャノン砲がね、3連ずつ前後にね、動くみたいですね。で、マシンブラスト技名はですね、ナインバーストキャノンっていう名前です。では行きますね。動きはここに注目って感じですね。行きます。すごい、なんでカチカチ音も鳴ってますね。で、最後にね、おまけでもらってたので、こちら忘れてました。レーザーガン。電池もあったんだ。これ使えばよかったです。
パナソニックの電池もらったのに、これ使いたかった。はい、袋をカットして、多分ね、中は同じですね。Bストライカーね、これつなげてね、セットしたんですけど、これ別々でね、セットしてもいいみたいですね。こう大きなチョボがあるんでね、ここにセットします。セットして、あ、いいですね、かっこいい。当たらないようにね、注意して、ここ回りますからね、にこのちっちゃいのセットします。足にセットしてもいいかもしれませんよね。足にセットしようかな。この辺にセットしますね。あ、いいですね、かっこいい。あ、できました。いいですね、かっこいい。九連キャノンの、横ですね、横にセットしました。別々でやってもいいし、やっぱりね、ビーストライガーの時みたいにつなげるとやっぱ迫力ありますけどね。でこのパーツ毎回ね、おまけでくれないですかね。これいいですね。はい、今回はゾイドワイルド ZW26 番キャノンブルーバッファロー種を組み立てご紹介しました。セカンドシーズンの、中型ゾイド2体ね、これで組み立てたんですけど、ほんと組み立てやすくてね、あと動きがね、すごいかっこいいですよね。まあこれからね、出てくると思うんですけど、小型ゾイドとか、あとね、大型ゾイド、その辺がどんな感じになってくるのかね、すごい楽しみですね。それでは今回はこの辺で、最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしかったらコメント、評価、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあ、またね、バイバーイ。